高度にチューニングされた 500PS の V8 エンジンが搭載されるキャパロ T1 はイギリスの自動車メーカーキャパロが製造するスポーツカー。マクラーレンか1を設計したゴードン・マレーが製作に携わった。ボディはか1マシンにタイヤフェンダーとヘッドライトをつけたかのような外観である。カーボンとアルミニウムのハニカムモノコックを採用し、 ギアボックスやステアリングラックなど至るところにマグネシウム合金やカーボンを奢った結果乾燥重量は約 470kg と軽く仕上がっている。これに 500PS を発揮するドライサンプ式のアルミ製3 5リットル v 8エンジンをミッドシップに搭載するためパワーウェイトレシオは 1kgPS とほぼレーシングカーそのものになり、 最高速度時速 322km0 から 100mph 加速5秒を記録する。ちなみに、この記録はダウンォースを最低にしたもので、ボディの各部は下位置のように調整できるようになっている。また、外見がレッドブル X2010 に酷示しているという点に関しては、行動走行するにあたってフェンダーがないと違反となる上、万が一、 フェンスと接触した時にフロントまたはリアタイヤのフレームが歪み最悪の場合はタイヤが飛んでいくことがあるからであるギアボックスは6速シーケンシャル MT でパドルシフトで変速するまたドライブシャフトは登場化されているサスペンションはフロントリアともにダブルウィッシュボーンで調整式のダンパーとアンチロールバーが用いられているドライバーが全部 同乗者は斜め後ろに着座する2シーターとなっている。なお、当初はフリーストリーム T1 という名前だったが、フリーストリーム社がカパロ社に買収され、カパロ T1 という名前になった。ありがとうございます。